どこだろう、ここ。私、なんでこんなところにいるんだろう。しず、ゆうき、誰かいないの？変な夢。あたし、疲れてんのかしら。足音。誰かいるの？ったく、誰よ。私の夢に勝手に入ってくるやつは。何？ここは？高田ビル？しず！あんたは。シズに何をしたの？シズから離れなさい！何これ。シズ、返事しなさいよ。そう、これは現実。あなたが守りきれなかった現実。
あなたはどうして戦うの？どうして？そんなの決まってるじゃない。守るものがあるからよ。あなたに守ることができるの？この私から、世界から、大事なものを守れるの？守ってみせる。私が、絶対に。そう、それなら、あなたはあなたの思うようにしてみればいい。ミオ、ミオ、ミオ、起きて。あ、あれ、あれじゃないよ。なんだかうなされてたみたいだけど、大丈夫？あ、うん。それならいいんだけど、ミオ、私の名前、呼んでた。え、そうだった？うん。ミオ？あ、うん、なんでもない。そっか、私、シズの名前なんて呼んでたんだ。何の夢見てたんだか、全然覚えてないや。ほんと？うん、きっとあれよ。シズがまたのんびりどっか行っちゃいそうだったから呼び止めてたのよ。え、そんな夢なの？そうだよ。もう、ミオったら。あ、でも、なんでもなかったならいい。うん。大丈夫。ありがとね。朝ごはん、もうできてるから、ちょっと待ってて。あたし、なんであんな夢、見たんだろう。私がしっかりしなきゃ。シズのこと、守るって決めたんだから。おはよう！うん、おはよう。おはよう、ゆうき。危なっかしすぎるんだから。ちょっと、
なんで私も危なっかしい人間の仲間入りしてんのよ。あら、ミュウさん、説明が必要ですか？あ、はいはい、ノーサンキューです。にしても、今日は人が少ないわね。この間の一件でみんな警戒して引きこもり中みたいだね。まあ、それが賢明なのかもしれないわね。そろそろクイーンの誕生日も近いし。あとどれくらいだったっけ？4日後だね。そっか。あのさ、二人とも今日の放課後って空いてる？いきなり何を。どうしたの？ちょっと二人に会わせたい人がいるんだ。放課後ここまで来てくれるかな？会わせたい人？そう。うん、ちょっとね。会員制の店だからさ。ゆうきとは一緒に行けないの？私は今日はこれから調べ物。同じくらいの時間に私もそこに行くから。忙しいわね。情報屋としては今が一番仕入れ時なのよ。それじゃあ私行くから、また後でね。うん、また後で。ちゃんと来なさいよ。調べ物中にくたばっちゃわないようにね。了解了解。それじゃね。危なっかしいのは勇気も一緒だってのに。だけどなんだかんだ勇気が今まで巻き込まれたことってないよね。きっと運がいいのよ。そういう顔してるし。褒めてるように聞こえないよ。褒めてる褒めてる。それにしても会わせたい人って誰かしら。うーん、誰だろう。しかもわざわざ会員制のお店に呼ぶなんて、何か大事なようなのかな。
ってみればわかることよね。放課後のお楽しみってとこかな。ここね。なのこの店よね。うん、ゆうきは店だって言ってたけど、怪しい感たっぷりなんですけど、本当にこの地図合ってるんでしょうね。結城はそういう間違いはしないと思うよ。ったく、結城のやつ、なんでわざわざこんな怪しげなとこに。まさか入ったら最後ガチって売り飛ばすつもりじゃないでしょうね。まさか。どちら様ですか？あ、私たち結城の招待で来たんです。これパスワードもこれでいいんでしょ？ああ。あの人、うなずいてたわよね。うん、そう見えたけど。開けてくれないのかしらね。開いた感じはしないね。なんなのよ、もう。もしかしてもともと空いてるとかじゃないわよね。うわっ！お待たせいたしました。どうぞお入りください。どうも。シズ、ほら、行くよ。Thank you.
今のところは拉致はなさそうね。ミオ、聞こえちゃうよ。どうぞ、お好きな場所におかけください。遊戯様はもうすぐご到着予定です。遊戯様からのおごりでいいそうですので、お好きなものをお選びください。気が利くじゃない。じゃあ私アイスレモンティ。じゃあ私はいちごプリンジュース。かしこまりました。少々お待ちください。何？いちごプリンジュースって。何って、いちごプリンジュースだよ。知らない？そんなの聞いたことないわよ。何これ。ミオも頼んでみればよかったのに。美味しいんだよ。いや、遠慮しとくわ。何この桃いちご抹茶オレ風味ジュースとか、いちご充実メニュー。よかったじゃないわよ。なんでわざわざこんな怪しい場所に呼びつけるのよ。怪しい場所とは失礼ね。ここは私たちの立派なアジトよ。アジト？っていうかこの声どっかで。ミオちゃんにしずくちゃん。なんで彩香さんが結城と一緒に。あれ、3人とも知り合い。そりゃ話が早くていいね。ちょっとあんた一人で納得してんじゃないわよ。私たちに会わせたい人って彩香さんのことだったの？そういうこと。んじゃ、まあ一応改めて紹介させてもらうね。こちらは彩香さん。私とはいわば仕事仲間ってとこかな。そうね、結城にはいつも情報関係でお世話になってるわ。改めまして、どうぞよろしくね。つながりがあるなんて全然考えていませんでした。まあ情報屋と探偵ならつながりがあってもおかしくないか。結城の情報量は本当にすごいしね。テクト内テクト外の情報なら
この結城さんに任せなさいってね。お待たせいたしました。どうぞ。うん、ありがとう。桃いちご抹茶オレ風味ジュース。あら、なにその反応。結構おいしいのよ、ここの珍妙ドリンク。珍妙ドリンクって、マスターの趣味でいちごメニューがいろいろあるから面白いよ。限定メニューのいちごグラタンは結構おいしかったな。しず、秋の限定メニューだから今度機会があったら来てみるといいわよ。はい、じゃあその時はミオも一緒に。私は来ないわよ。っていうか来たとしても絶対食べないからね。食わず嫌いは良くないよ。これは食わず嫌いとかそういう問題じゃないわよ。しずくちゃんと私は趣味が合うかもしれないわね。いちご抹茶オレ風味飲んでみる？ったくもう、わけわかんない話で盛り上がってんじゃないわよ。いいじゃん、しずくに新しい仲間ができたってことで。他人事だと思って無責任ね。まあいいわ。それで本題は何？私たちに彩香さんを紹介するってことは、なんかの情報が欲しいってことかしら。さすがミオちゃん、話が早いわね。そう、今私たちが情報収集してることに協力してもらいたいんだ。って言っても、私はもうミオから詳細を聞いてることなんだけど。それって、もしかして。吸血鬼、アゾットの件よ。